ルキウス・リキニース・クラッススは、共和制ローマの政治家、軍人。彼の時代において、ローマで最高の弁論家として知られていた。紀元前95年に、執政官に選ばれるが、ローマ市民権を持たない人間をローマから退去させる、リキニース・ムキウス法を成立させ、これが同盟史戦争の一因とされる。リキニース氏族は、 紀元前493年には五民館を複数出しているが、クラッスス家からの初めての失政官は、紀元前205年のプブリウスリキニュースクラッススデュエスである。クラッススはこのデュエスの兄弟の家系で、祖父はガイウスリキニュースクラッススであろうと考えられている。リキニュース氏族には、ムキウス氏族から養子入りしたプブリウスリキニュースクラッス,スデュエスムキアヌスがおり、 クラッススのギフはスカエオーラウグルでスカエオーラのギフのガイウス・ライリウス・サピエンスとスキピオ・アエミリアノスの友情についてよく聞かされたという。クラッススはギフを大変に尊敬していたため失勢感選挙で人にペコペコする姿を見ないでほしいと願った逸話が残っている。キケロによるとクラッススはクイントス・カエピオとガイウス・ライリウスが失勢感の年に生まれた。 キケロの父方のおじのルキウス・キケロや、キケロの母方のおばが嫁いだルキウス・ウィセッリウス・アクレオとも交友があったようで、キケロ自身も子供の頃、クラッススの友人であるギリシャ人学者たちから教えを受けており、クラッススがネイティブカオマケのギリシャ語で彼らと議論していたことを思い出している。陰講を疑われたウェスタの諸女、トゥッキアが奇跡を起こして、 潔白を証明した伝説を描いた16世紀中頃、イタリアのエングレービング作品。メトロポリタン美術館所蔵を若い頃、卒位人として名を成した。ガイウス・パピリウス・カルボをグラックス兄弟を裏切ったために良き人とは言えないとして卒位したが、クラッススは単に大衆の人気取りをしたわけではないとも考えられ、後にカルボの息子と和解している。この時、カルボの奴隷が、 決定的な証拠を持って尋ねてきたが、その証拠を見ることなく、鎖につないだ奴隷と共に送り返したという。紀元前118年、植民主建設3人委員に選出され、ナルボの建設に関わった。紀元前114年12月、3人のエスタの少女が人技官によって、銀行で告発された。裁判の結果2人が無罪となったが、これに納得いかなかった、古民 セクストスペルカエウスは、クレブス民会でこの問題を追求する、新聞官として、ルキウス・カッシウス・ロンギヌス・ラウィッタを選出し、二人は、死刑とされた。この時27歳だったクラッススは、ウェスタの諸女・リキニアを、若さに似合わぬ天才的な有弁さで弁護したという。陰講の相手役として、クアエストルのマルクス・アントニウス・オラトルも訴えられたが、彼は無罪を勝ち取っている。 紀元前107年には、五民館に選出された。このことから、おそらく紀元前109年までに、クワエストルに選出されたと考えられている。五民館としては目立たなかったが、同僚だったと思われるガイウス・コエリウス・カルドスは、この年の執政官、ルキウス・カッシウス・ロンギヌス・ハイカのレガトゥスを、反逆罪で訴追し、またティトス・マンリウス・マンキヌスは、ヨグルタ戦争のインペリウムを、 ガイウス・マリウスに付与する法を通している。紀元前106年には、その年の執政官大カエピオが提案した、セルウィリス審判人法成立に貢献した。その頃にマリウス派の五民間、ガイウス・メンミウスと敵対している。キケロは、この大カエピオの時のクラッススの演説を、子供の頃から模範としてそらんじていたと思われ、市民に向けてされた、その一部を引用している。皆さん、 我々をこの境遇から助け出してください。我々の血を飽き足らずに貪る残虐な顎から助け出してください。我々を皆さん以外の奴隷としないようにしてください。我々が使えるのはあなた方だけであり、それが義務でもあるのです。聞けろ。弁論家について1.225聞けろはこれを演説としてはいいが、 哲学もなく元老院全体を貶める発言ができたことに驚き半ば呆れており、プブリウスルティリウスルフスは不謹慎で屈辱的だと非難している。紀元前105年から100年の間に同僚のスカエワラ・ポンティフェクスと共にアエディリス・クルリスに選出され、かなり盛大な催し物を開催したようである。この二人はこの後もたびたび同僚となった。 紀元前95年の執政官から逆算して、おそらく紀元前98年までに、上記のキケロの証言を信用すれば、スカエワラ・ポンティフェクスと共に、プラエトルに就任したはずである。この頃からアルティリウス・ルフスラの属する、マルクス・アエミリウス・スカウルスの派閥に近づいたと思われ、おそらく彼の助けを借りながら、市民権を求め始めていた、イタリック人への対応を、 スカエワラと共に担当していたと思われる。紀元前95年、スカエワラ・ポンティフェクスと共に、執政官に選出された。この年、19歳だったクイントゥス・ホールテンシュース・ホルタルスが彼らに向けて、ホルームで演説し、天才の片鱗を見せている。また、クラスス自身も、小、カエピオを弁護する賞賛演説を行っている。彼らは、力キニュース無休ポーを制定し、 居住権を厳格に適用した。これに対してキケロは法的には正しいが、道義的には少々問題があると表している。審判人となって社会的地位の向上したエクイーテスによる利権侵害に神経を尖らせていたイタリック人はおそらくローマでデモを行っており、それへの対策であったが、これによって彼らを追い詰め、 さらに過激な反対運動へ走らせたとも考えられる。失勢官としてのプロウィンキアは、ガリア・キサルピナで、若い頃卒位したカルボの子が、クラッススの荒探しにやってきたが、彼を攻遇して、何でも相談したため、何も尻尾をつかめずに終わったという。この地で暴れ回っていた、小規模な敵を倒し、ローマへ帰ってくると凱旋式を要求した。キケロはこれを、 凱旋式のために敵を求めて、アルプス山脈を探し回ったと茶化しているが、同僚のスカエワラ・ポンティフェクスに拒否権を行使されている。翌年もプロコンスルとしておそらく、ガリア・キサルピナを担当した。オーガスト・フェルディナンド・ステートマンが、アクロポリスとイミトス山紀元前92年、ケンソルに選出された。同僚は、グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスである。この二人は、 仲が悪く、アヘノバルブスは、クラッスス帝のポルチコにイミトス山三大理石が使ってあることを非難し、クラッススはアヘノバルブス帝に高価な庭木が植えてあることを挙げつらった。ワレリウス・マクシムスは、外敵のいなくなったローマの敗退の象徴としてこの話を書き残している。他にも、名前に反応する高価なペットのウが死んで、嘆き悲しむクラッススをアヘノバルブスが非難し、 クラッススはアヘノバルブスが三人の妻を亡くしたとき、涙一つこぼさなかったとやり返した話がある。二人はその頃流行っていた、ラテン語の修辞学教室を閉鎖させている。不素の風習に合わず、若者たちにとって無駄で有害ですらあるとし、彼ら新しい教師たちは、ギリシャ人のような学識もなく、若者に恥をさらさせるばかりであり、ケンソルの務めとして閉鎖したという。 キケロが若い頃、そういった教師の一人、ルキウス・プロティウス・ガルスに学ぼうとしたが、おそらく、クラッススの助言によって思いとどまっている。また、彼らは、マルクス・スカウルスをプリンケプス・セナトゥスに再指名した。この年、五民間のグナイウス・パピリウス・カルボが、民会で暴動を起こしたことを、ガイウス・クラウディウス・プルケルが報告してきたが、民会は召集者がいつでも解散できるのだから、 その意に反して暴動が起こるはずがないとして、クラッススの主導で、民会の召集者がその責任を負うものとするとする、元老院決議が行われた。翌紀元前91年、マルクス・リウィウス・ドルススが、各種改革案を打ち出したが、クラッススはスカウルスらと共に、これをサポートした。いくつかのリウィウス法が組み合わさり、トータルで利害調整が図られており、彼らの影響が伺える。 クラススはこの年の9月に、胸膜炎で亡くなったと思われ、死の直前までドルススの改革案を支持していた。この改革案は、ルキウス・マルキウス・ピリップスの猛反対にあい、9月、初旬のユーピテル祭りの期間中、トゥスクルムの別荘でギフのスカイウォーラーアウグル、親友のアントニウスをラトル、若手のホープであったカイウス・アウレリウス・コッタ、プブリウス・スル・ピキウス・ルフスラと議論を交わしている。 ビボバレンツィアで見つかった碑文には、クラッススと思われる名が刻まれており、おそらくドルススの立法による土地分配住人委員の一人として選出されたと考えられる。また、キケロがアウグルであったことを示唆しており、死ぬまでのある程度の期間就任していたものと考えられている。1400年頃来たイタリアで出版された弁論家についての1ページ目。 大英博物館所蔵、クラッススの裁判での影響力は、マルクス・スカウルスの元老院での影響力に匹敵すると称され、キケロは、クラッススの弁論について、東大一で、他の一流の人間と、同じく、準備をすればするほどその出来が良くなるタイプだと述べており、弁舌よりも、権威と経験が重視された、スカウルスの時代から、 クラススの無限の才能によって弁演説が国家の行く末を左右するほどになったとしている。ただ、まだあまり長い演説は行われておらず、クラスス自身も飾り気のない明快な弁論を好んだという。彼はエンニウスの作品やガイウスグラックスの演説を演習に使っている。アヘノバルブスに対して先天的な要素なら諦めもつくが、後天的なことで負けたとあっては、 我慢できないと述べており、かなりの負けず嫌いだったようだ。キケロがクラッススと並ぶと高く評価するアントニウス、オラトルと法廷で争ったこともある。消化との父が、過手担保責任についての判例を作ったとされるが、キケロの親類のマルクス・マリウス・グラティディアヌスが、この件で訴えられた時に、アントニウス・オラトルがグラティディアヌスの、クラッスが被害者側の弁護を行った。 キケロが子供の頃、この二人についてある噂があった。クラッススの学識は、初歩的なものでしかなく、アントニウス・オラトルのそれは初歩すら身につけていないと。しかしこの両者の学識は相当なもので、クラッススは、学級的なギリシャ人よりも、実践的なローマ人を重んじているイメージを作り上げていただけで、あり、アントニウス・オラトルは、そのようなことに頓着せず、自己の弁絶こそが、 ローマ人に会っていると信じていたという。キケロは、クラッススの弁論は大衆向けであり、アントニウス・オラトルのそれは、裁判向けであると評している。ユーモアを使いこなすこともあった。マルクス・ペルペルナを審判人とする民事訴訟で、これもグラティディアヌスが、相手側だったが、見目の悪い相手側弁護人に幾度も妨害されたとき、クラッススは、この未青年の話を伺うとしようかと言って、 人々を笑わせた。相手が、見た目はどうにもできなかったが、頭はどうにかなったぞとやり返すと、では、その雄弁ぶりを堪能させていただくとしようと答えて、場内を爆笑させたという。下から沸かすお風呂を初めて作った大変な、食道学のガイウス・セルギウス・オラタが、牡蠣を毎日食べるために、バイアイ付近のルクリヌス湖の高有地を、不法占拠していた問題の訴訟では、 友人から、湖のそばにいないとカキが食べられなくなるよと言われた。そうが、そんなことはない。わざわざ湖に行かなくても、屋根瓦にいっぱい使ってあるじゃないかといった逸話が残っている。彼の最高の弁論は、死の直前に言ったものである。それは、紀元前91年、古民館、ドルススの法案をめぐって、失政官ピリップスが元老院を否定する暴挙に出た時のことで、 フィリップスが彼を束縛するために差し向けたリクトルの手をかいくぐり、君が私を議員とみなさないなら、私も君を失政官とは認めないと宣言すると、こう続けた。君はこれまで散々元老院の権威を踏みにじってきておきながら、今更私、個人を懲罰すると脅した程度で、この私がひるむとでも思ったのか。私をひるませたければ、この下を引き抜いてみせるがいい。 たとえそうなっても、私はこの吐く息だけで、誰にも邪魔されることなく、君の、その薄汚れた欲望を非難し続けてみせよう。聞けろ、弁論家について3.4クラッススは、肺の激痛に大比や汗を流しながら激烈な、弾劾を行い、元老院はこれまで、国民の不託に応え、共和国への助言と義務を絶え間なく果たしてきたことを、宣言すべしという道義を提出し、 万丈一致で決議された。キケロは、このクラッススの演説を白鳥の歌に例え、死後も議場に行ってその残響を感じようとするほどに、名残をしんでいる。弁論家についてにおける、クラッススの描写は、プラトンがシソクラテスを商用したのに習っているとも思われ、歴史家、フリードリヒムンツァーは、大げさなものと切り捨てているが、現在では一定の信頼性はあるものと、 考えられている。その評価は、意外にも、雄弁さよりも賢さを称えており、ソクラテスやソロンに対しては3回だった、最も賢いを、クラッススに対しては7回使っているという。クイントスカエキリウスメテルスピウススキピオナシカと、プブリウスリキニウスクラッススディワエスユニアノスの名が、刻まれたデナリウス銀カツマムキアはクラッススよりも先に、亡くなったが、娘の一人は、 プブリウス・コルネリウス・スキピオナシカに嫁ぎ、クイントス・カエキリウス・メテルスピウス・スキピオナシカと、ガイウス・リキニウス・クラス・スキピオを生んだ。もう一人は、ガイウス・マリウスの子、ショー・マリウスと結婚したが、おそらく失政官時代とケンソル時代の間のことで、ある。ありがとうございます。